ハヤトの野望チャンネルへようこそ。突然ですが皆さんはイベントお好きでしょうか。僕は毎日ねイベント会場で暮らしたいなと思いながら暮らしているんですが、皆さんここどこだかお分かりでしょうか。なんとここ東京ゲームショウの会場です。ここに来てる数万人全員ゲームオタクです。まあ、言うて僕もねゲーム大好きなんですが、今日はねなんとこの東京ゲームショウのタワーオブファンタジー幻冬のブースに遊びに来ています。ここでね最近アップデートになった人工島とか、あとはね超有名なコスプレイヤーの方と写真撮らせてもらえるっていうことでね、今から楽しみにしてます。よし、じゃあ早速ブースの方ちょっと一周してね見学してみようと思います。さあ行くぞ。なんかスマホとかでプレイできるようになってたり、これマルチタイトルなんで PC でもプレイできるようになってるね。後でここでプレイさせてもらいましょう。あ、タブレットでもできるみたいな、消毒済みって書かれてるこんな感じです。であそこにフォトスポットがあるんだよね。ここで後で超有名コスプレイヤーの方と写真撮らせてもらえるらしいんだよ。ここちょっと楽しみだね。はい、というわけでマスコットのミーアと写真撮らせてもらえることになったんで、こちらも撮らせてもらおうと思います。来たこんにちは。はい、思ったよりめちゃでかいけどイベントならではだね。ありがとうありがとうはい、伊織萌さんいらっしゃいました。すぐそこに準備されてます。まだちょっと映せないんだけど、やばい、大丈夫かな。一緒に撮ってもらって、あ、 OK ですか。あ、じゃあお願いします。皆さん、伊織萌さんと写真撮らせていただいてますすごいです。こういうゲームって結構されるんですかね。あ、こういう ゲームとか結構されるんですかね。あ、そうなんですね。どこを見たら、あ、すいません、このカメラをお願いしますすいません、すいません。お、ちょっと僕履けるんで、あの一人でちょっとポーズしてもらっていいですかね。何か、はい、ものすごい美人でしたどうもありがとうございます。ありがとうございます皆さん撮ってもらいましたありがとうございます。はい、次はね、なんとこの東京ゲームショウに合わせて公開されたプロモーションビデオ、ここでも公開されてるみたいなんで見ていきましょう。多分あれだと思うんだよね。これ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 、前にセミールさんから聞いたわ。あ、ちょうど始まったところかな。なんか砂漠っぽいマップ、新エリアが実装されるっていうことみたいなんだよね。なんかだいぶ元のマップと雰囲気違うね。荒野みたいな、そんな感じ。あ、広いな、めちゃくちゃ広い。境の下に身を隠した化け物って書いてある。なんか敵も結構いやらしいのが出てきそう。あ、なんかめっちゃ可愛いのいたなんだ今の緑のやつ。あんなのもいいね。あのピラミッドみたいなのが気になるな。あれ町なのかな。多分そうなんだろうな。なんか敵の規模感がかなり上がってるね。サイバーパンク、サイバーパンクなんだこれで。え、これピラミッドの中っていうことだよね。謎解きがめちゃくちゃ大変そうになってる大丈夫か。はい、というわけで公式 PV 見ました。次はねゲームの方を試遊させてもらおうと思います。はい、こちら、試遊台開けていただきました。こちらでね、早速プレイさせてもらいましょう。ここが普段のマップだよね。今アストラ島にいるみたいだ。キャラクターのレベルは66で、先日のアップデートで追加された人工島、早速行ってみよう。メニューから行くんだよな確か。これだね、建設。なんかいろいろ建築物を建てていくらしいんだよね、島にね。まだマップに行けって書かれてるんだけど、行ってみるか。進む確定。あんまこんなとこでプレイすることないからめっちゃ緊張する。周りめっちゃ人いるし人の群れですさあ来たぞ。ここが人工島か。マップ開いてみよう。こんな感じ。05基地イーグルの巣、鉱山拠点とかあるんだね。鉄サビキャンプ、ここに自分の施設を建てていけるってことなのかな。へー、とりあえずここ行ってみるか。なんかこういう街を作っていくみたいなのは結構好きなんだよね。まあこんなこと言わずとも皆さんご存知でしょうがあ、言うて人口1000万とかまではもちろん増やせないと思うんだけど、多分ここに行けば、あ、ハイエナもいるのかよ。ここハイエナの陣地を奪おうみたいなこと。暗え、
強すぎんかいいよ。これメリルってキャラなんだけど、僕持ってないんですよね、自分のアカウントではメリル。あ、金属材料獲得みたいの出てんじゃん。ここでこうやって敵倒したらもうそれで素材が手に入るってことなんだね。めちゃくちゃキャラが強い僕のアカウントよりずっとキャラクターが強いですめちゃくちゃ快適なんだけど。ほら、あ、これキングの武器だよ多分。これを持ってないんですよ、ちょっと待って、持ってない武器ばっか出てくる。はい、避けて、くらえ。さあ、お前も素材になるんだ。金属材料、繊維材料っていうのもあるんだね。これを手に入れれば建設できるってこと？あ、ある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 、これか。各種金属鉱石の探査と採掘、採集と分析に使用できる。あ、これは金属材料を算出してくれるんだね、機械キャビン。建設、あ、できるできるできる、来た。59秒で機械キャビンが立つみたい。で、それがその新しい素材をどんどん算出していってくれるってことだね。なるほど。ワープゾーンみたいに円形競技場ってあるな、こっち行ってみるか。割とコツコツ資材集める系だ。シナリオ進めるよりこういうのの方が好きなんだよな。なんか住人をどんどん増やしていけるみたいのもあったりしないのかな。もうなんか税金取ったりみたいな、そういうのが好きなんだけどちょっと違うかもな。住人ハイエナしかいねえし、なんだったら住人殺しちゃってるしな、どうなのっていう話。なんかやばそうなのいる絶対こいつ倒したらめっちゃ素材出るだろう。あ、ちょっと見てみるか、あいつをバックに。機械キャビンレベル1できたね。これで1時間ごとに金属材料4。まあ言うて雑魚倒した方が早い。殴られてんだけど、ちょっと待って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 くれ待ってくれ、落ち着け。なんか周り人だらけで緊張するかと思ったんだけど、意外ともう家でプレイしてる感じだわそんなに緊張するとかなかった。なんだったらこっち見てる人もいてもそんなに気にならない。ほら、くらえ、いいぞ。あー、捕まってる、やめてくれ。さすがにゴリ押しは無理があった。銃で戦おう、銃で。銃が強い。飛ばないでくれ、飛ばないでくれ。割と一方的なんだよ相手の攻撃範囲外から殴りまくれるっていう。マジ銃強いな。よし、あ、良質な建材とか出てんじゃん。え、めっちゃ資材取れてる。雑魚やるよりずっといいな。え、これでいろいろ建てられそうじゃない。ちょっとやってみるか。建設、かぼちゃハウス。この辺はまだ建てられないのか。あ、違う、合成。あ、来た来た来た。ボリションデータパック3最終記録作れるようになったぞ。いろいろ作れるようになりました。次はこれだ、開発センターのレベルアップみたいな。エナジー材料、建物をレベルアップに使用する。ちょっとずつレベルを上げていくと建てられるものが増えるんだね。これはまだ建てられない。あ、これまだ素材が足りないんだ、エナジー材料。いつだってオンラインゲーは素材集めを要求してくるから。あ、これいけんじゃん。亀吉屋未建設。なんだよ亀吉屋って。亀吉屋、亀の甲羅のような形をした小屋。北国の鎌倉にも見え安心感を与えてくれる。水産物を貯蔵する特殊なシステムが備わっており、保管と養殖ができる。養殖ができる、食べ物手に入るみたいなこと。ちょっと欲しくないちょっと亀吉屋気になるな。猫舎、あ、こっちも行け。あ、こっちは素材足りないのか。今俺に建てられるのは亀吉屋だけみたいだ。これ行ってみるか、亀吉屋。あ、クエスト、人工島初上陸をクリアしろって。あ、これだ、クエストがあった。これをやらないとダメみたい。やべ、先走っちまってた素材集めてた。まだチュートリアル的なのがあったのに完全に無視していた。とりあえず先走ってて話がわけわかんなくなってるから初期地点戻ってみるか。あ、ここだここだ、亀吉屋、ここに立つんだ。なるほどね、そういうことか。あ、なんか結構気に入ってきたかも。ここもだからなんか建てられてレベルアップしていけるんだよ。まだ何もないけど。パレードいるじゃん、こんにちは。パレードさん、こんにちは。お話を伺いに来ました。ここが工房だ、集めた資材を投資する。ちょっと話早いかも、カレードさん。ここを自分だけの新天地にできる。ここがもう自分の拠点なんだね。で、取引屋でなんかアイテム売ったり買ったりできるって。あ、これね、買えるじゃん普通に。水晶クラッサとか
ここ使った方がなんかこうレベルアップとかも早くしていけるってことな。登っちゃったけど。亀吉屋は？あ、亀吉屋を建造しろみたいの出てる。来た来た来た。これで亀吉屋行ける？あ、建てたら亀吉に会えるかもしれない。亀吉屋。もう立ってる。あ、建造中。かわいいな、おい。もう完成してるようにしか見えないんだけど。早く立ってくれ。かわいいな。待て待て、 TGS 公式アカウント全キャラ揃ってるじゃねえか。なんといううらやましい。マジかよ。公式アカウントでガチャれねえのか。いや、さすがに無理か。さすがに無理でした。さあ来たぞ、ゼロ。おお、亀吉、お前か、お前が亀吉なのか。これ素材集めてくれてるんじゃないの、亀吉が。あ、なんか溜まってる溜まってる。魚取ってんだ亀吉こいつ。ただ丘の上を離れようとしない。意外と水苦手なのか。亀吉だけど所詮機械だからな。水に触れたらな、漏電しちまうかもしれねえからな、ショートしちまうかもしれねえからな。あ、でここに集めてくれてるんだね、素材をね。ありがとな亀吉。なんか他にも出てきてる。取引屋に行って小石群を購入。なんか買い物できるとこあったもんな。ここここ完全にイベントを進める順番間違っちゃってるんだけど、ここで小石群を買えって。どれ小石群って。これかな、小石群。水晶クラスター買ってみるか。イーグルの巣とかも気になるな、行ってみるか。なんだイーグル、素材集めれんのかな。まだまだ全然素材足りないぞ、ここを1000万都市にするには。こっちがなんとかの巣っていうことみたいだけど、あ、違う方来ちゃった。鉄サビキャンプ、ここが鉄サビキャンプだ。なんか採掘できる場所なのかな、登ってみるか。あー、敵がいる。もう敵が素材に見えるっていうね。素材ありがとな。いや、敵倒すのがそのまま開発に直結するからめちゃくちゃ嬉しいかもしれん。やば、めっちゃ夢中でプレイしてたけど TGS の会場なんだよな。フリーで1台開けてもらったから夢中でプレイしてしまう。もう時間を無視してプレイできるから黙々と遊んでしまう。お前らも素材になるんだ。 TGS 公式アカウントだからめちゃくちゃ今日の俺は強えぞ。あ、エネルギー材料落とすじゃないかこいつら。うますぎるかも。お前もやろうってのか。ほら、よし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 、いいよ。お前もか、クラヘ。あ、レッドスコーピオン出てきたな。こいつちょっと強えんだよな。やばい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 、めちゃくちゃタフだな。タフってことは素材落とすってことだからな。おら、クラヘ、よいしょ。いいよ、いた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 。銃でちょっと古速に銃で戦うか。ちょっと痛えからな。いいよ、聞いてるよ。申し訳ねえが、お前の射程範囲外から殴らせてもらう。よっしゃ、クラヘ、よし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 、いいね。でこれで結構素材出たから、かぼちゃハウスとか、あ、いけ、あ、いける、かぼちゃハウス作れるようになった。これは繊維か。黒屋、猫舎、どれもいける。どれかな、猫舎がいいかもな。猫舎作ってみるか。とりあえずこれ全部立てとけば時間で素材入ってくるから、もうあとは寝て暮らしても大丈夫みたいなことなんだね。毎日デイリーだけやってても素材集めてくれるっていう、放置ゲーみたいな感じなのかもしれないね、ここの要素は。よし、最後にあいつ倒しましょう。絶対あいつも素材うまいはず。ワンちゃん勝てんのか。大丈夫かな。あ、大丈夫だと思うけど。さあ行くぜ、バルバロッサ。言うてそんな強くなさそうだな。俺の方が強いぞ。くらえ、よいしょ。減ってる減ってる、いいぞいいぞいいぞ。お、炎弱点かお前。よし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 、順調順調、よっしゃー。はい、あ、やっぱ素材がめちゃくちゃうまい。エナジー材料も取れてんじゃん。これでそろそろ立ったんじゃないか。あ、猫車立ってる立ってる立ってる。はい、というわけで今回は TGS 会場でタワーオブファンタジープレイしました。やっぱ自分だけの拠点みたいな、秘密基地みたいなのあるといいね。なんか殴られてんだけど。ちょっとやめろ、猿やめろ。猿に殴られてる、エンディングトーク中に猿に殴られてるやつで、最後にね、このタブーファンタジーのブースの方からプレゼントいただけるっていうことなんで、ちょっと、ありがたく受け取らせていただこうと思います。どうもありがとうございます。ありがとうございます。あ、
これグッズ入ってちょっと見てみようか。おおこれ見てタワーファンタジーのグッズがすごい。あーなんかちょっと立体的になっている。いただきました。いいね。あなんかいろいろ入ってるよこれは。あなんかメモ帳みたいなこんなのももらいました。やったね。いいね僕のグッズと合わせて。というわけでグッズいただきました。というわけで今日はねタワーオブファンタジー東京ゲームショーのブースで、遊ばせてもらいました。結構ね緊張したり夢中で遊んだりだいぶ汗かきました。皆さんもね結構楽しいゲームなのでタワーオブファンタジー遊んでみてください。それじゃあまたねバイバイ。